続きまして、グリッドリークの抵抗をね、配線していきたいなと思います。グリッドリークは、この場合は、500キロを使ってます。で、抵抗は用意したんですけど、こっちは、ここは、カップリングコンデンサーとかがつくので、今ちょっと配線ができない、ハンダ付けができないので、とりあえず置いておきます。で、ここの、今、仮想度の配線をしていったので、仮想度の配線をしたいと思うんですが、ここから、どこに返していくかっていうと、まあ、ここは、結構大きなね、アンプの中では比較的大きな電気が流れる部分になるので、私はそういうふうに考えているので、設置点に返してます。どこかバイパスするんじゃなくて、直接返すようにしてます。で、前段の仮想度とかのアースもここに一回まとめて、返すような形にしてます。で、こちら側が、電圧段の配線になるんですけども、こちらもね、進めていくと、一応、今、ある程度頭の中でできているイメージっていうか、まあ、もう一本の方のチャンネルの配線が終わってるので、種明かしをすると、ここに、グラウンドが来ます。だから、ここから、ここに繋いでいく形ですね。で、ここから、ぐるっと回って、ここの、シャーシに、グラウンドを落としてあげるような形で、ワイヤリングをしていきたいと思います。で、まあ、ここはね、もう、あとそういうことで配線をするのは決まっているので、向こうの配線、パワー段の方の配線は以上にしまして、電圧段の方の配線を進めていきたいと思います。ね、あまりこういう動画を撮ってやるっていうこと自体が初めて、まあこういう一般人が動画を、ね、自分が登場するなんてね、それを皆さんに見ていただけるなんて、今までの世の中ではなかったことなので、すいません。ちょっと対応があんまり良くなくて申し訳ないんですけども。ね。で、ね、ストリッパー便利ですよっていうことで、いただいたんですけども、一応ストリッパー持ってて、使ってなかったんで、久しぶりに取り出して使ってます。こういうね、映んないんですけど。こんなやつがあるんで、こうやってやって、こういうところに電線向けるんです。
それではね、電圧弾の方、配線をこれからしていきます。で、申し訳ないんですけども、ちょっとワイヤリングの配線の方は、もうね、ちょっと手で完全に隠れてしまって、動画にできるレベルではないので、作業がね、かなり細かくて、ちょっと一人で三脚にカメラを固定して撮るには、申し訳ないです。手ばっかり映ってしまうので、省略させてもらい、いただきました。で、これから、ちょっとね、抵抗をここにつけていきますので、そちらの方をね、ちょっとご覧いただければと思います。今回のアンプは、NFB のアンプになります。ですので、スピーカーの虹側ですね、の端子から線が返っていきます。で、今回の、使っているトランスでは、このね、スピーカーの、16オームの端子から返したいと思いますので、こちらを、配線しておきます。カップリングコンデンサーになるんですけども、これをちょっと最初にハンダ付けしたいなと思います。ちょっとまたこの猫の手を借りてやります。で、こんな感じですね。で、ここに、でこちら、B の、電圧と、ここプレートが、B の配線です。すいません。B の配線で、こちら側が、プレートにつながっています。ですから、ここに、プレート用のね、抵抗を入れていきたいと思います。配線したいと思います。私は、抵抗を、まあ、配線見ていただくと分かるんです。曲げるときに、こう結構緩く曲げる、こういう形で、緩く曲げてます。まあ、人によっては、工具で、ここもっと角度をきつく曲げる人もいるんですけど、私はこういう形でやっています。次につける、抵抗はスクリーングリッドに入る抵抗になります。ちなみにこちらの、抵抗はスクリーングリッドと仮想度を交流的に導電位にするための、コンデンサーになります。
こちらは、仮想度の、配線になります。だからここと、ここの間でね、配線をしていきます。この場合、リードがちょっと長いんで少し切ります。また猫の手を仮固定しておきます。入ったところで、よいしょっと外せば、しっかりついてます。で、ですね、あとフィードバックの抵抗をつけておきます。33キロ。あと、最後にね、この大きな電解コンデンサ、出力段につける、出力段の仮想度に入るコンデンサですね。まあ、これは、私がアンプを教えてもらった人からやってたんですけど、こういうふうに U の字にしておきます。そして、ここにキュッと。ね、こうやって U の字にしておいて、ここに引っ掛けるんです。よいしょ、引っ掛けた。で、ここを少しギュッとして。これで、ハンダ付けをすれば、ハンダ付けがしやすいと。確実に、からげられますね。これで、本日の配線は一応終わりです。この後ちょっとね、全体を見ていきたいと思います。本日の配線箇所を紹介します。まだね、ワイヤーをこれから、結束バンドで止めるので、ちょっとね、汚いっていうかね、線が飛んでるんですけど、これは後から綺麗に整頓していきます。まずしていって配線していったのがこちら側、電圧増幅段の配線をしています。それからパワー段ね、配線しました。このように上に、大きい部品がつきますので、下側は後から見えなくなっちゃうんで、先に作業して最後に大きいパーツをつけるようにして、配線をしました。ちょっとね、あまり、綺麗にできなかったんですけども、一応こんなような形です。ちなみに先に作った左側もこんな感じです。ほぼ同じようなね、仕上がりになってると思います。やっぱり、オーディオのアンプなので、なんか配線が違うと音が違ったりして気になりますので、できるだけ同じように作っています。と。はい、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。
まあ、で今ここにちょっと、少しだけ上の方が見えるかと思うんですけども、やっぱまあこういう形になっています。で今ですね、部品の取り付けまで終わりましたので、次の段階としては、各部署各部位のね、電圧を測っていきます。そして電圧を測ってある程度 OK だなというところの、見えましたら、まあ、ここでね一回作ってみたので、まあ、音を出してみると。そして、まあ、もしね、直す必要があるなというところがあれば、そこを直していくと。そして直して、チューニングをして、ある程度、もうこれで十分だなというところまでいったら、まあ、測定器をねかけてみたいなと思います。で私はあまり、作ってる段階で測定器とにらめっこっていうのはしないようにしています。まあ、これは趣味のアンプっていうところもありますし、まあ、そういうね測定値重視であれば、まあ、こういうアンプではなくて、デジタルのアンプ、トランジスタのアンプ、メーカーのアンプっていうものを選ばれる方が、いいかと思います。どちらかというとやはり、私が目指すところというのは特性ではない、ところに現れる良さっていうものを大切にしたアンプを作りたいなと思っていますので、特性はねあくまでも一番最後に、取るという形だけに、してみたいなと思っています。それではまた、次もですね動画をご覧いただければ幸いです。またチャンネル登録、いいねのねちょっとボタンも、一緒にしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。